はいどうもこんにちは、かちまくです。今回ラブパワーさんから新商品のご提供いただきましたんでご紹介していきたいと思います。はい、モバイルバッテリーです。でしかも今回ご紹介するモバイルバッテリー、以前ご紹介して好評いただいた某他社製のモバイルバッテリーと同じ容量、 5200mAh です。要は小さいサイズのモバイルバッテリーなんですけど、これが本当便利なんです。そのあたりもお話ししていきたいと思います。今日ご紹介するのはラブパワーさんからご提供いただきました 5200mAh 急速充電対応モバイルバッテリー RPPB17 です。はい、もうご覧いただいた通り箱からして小さいです。今回もシンプルな外装なんですけども、ちょっとデザインは凝ってますって言っても見えにくいですよね。早速開封していきたいと思います。はい、それではラブパワーさんからご提供いただきました 5200mAh 急速充電対応モバイルバッテリー RPPB17 ご紹介していきたいと思います。パッケージ外装はこんな感じ。中央にパワーアップって書いてますね。あ、でここアイスマートテクノロジー、これはもうモバイルバッテリーではおなじみかもしれません。接続した機器を自動検知して最適な電流を送る機能です。もちろん過充電、過放電、発熱時やショートの際は自動停止する仕様で安全性も高いです。箱を開けるとこんな感じ。サンキューカード、ちょっとすごいの見つけちゃいました。はい、行きますよ。せーの、ハロー。これ大丈夫っすかね。はい、で説明書は日本語にも対応してます。でラブパワーさんのロゴも入った専用ポーチ、充電用平型のマイクロ USB ケーブル。ちなみにこの付属の充電ケーブルは急速充電には対応してません。残念なんで、合わせて購入したいラブパワーさんの急速充電ケーブル、過去の動画と Amazon さんへのリンク下に貼っておきますんで、ぜひともチェックしてみてください。はい、それでは本体いきますよ。せーの、今回ご提供いただいた RPPB17、カラバリはピンク、ブルー、ブラック、シルバーの中から今回はシルバーをご提供いただきました。これこうやって持ってるとパッと見なんだかわからないですよね。なんかちょっとでっかいライターみたいな感じ。これボディは金属でできてます。こういうシンプルさっていいですよね。エクスペリア Z3 と並べるとこんな感じ。厚みはもちろん全然違うんですけど、サイズはめちゃめちゃ小さいですよね。ほんと手のひらサイズで、本体ぐるりも底面にも何もないです。本体上部に入出力のポートや電源ボタン、残量表示の LED も集約されていて、はい、ここわかりますかね。こんな小さいモバイルバッテリーなのに、なんと最大 2.4A の高速充電に対応してます。はい、こういう結果となりました。小さいのにしっかり急速充電、これほんと便利です。本体サイズは 92×46×23mm、 重さは 136g、 カバンにポンと入れておいても大きさも重さもそんなに気にならないと思います。しかもこの小ささで iPhone 6 なら空っぽから2回は満充電できる 5200mAh で、さらにこの RPPB17 本体充電も 2A なんで、なんと空っぽまで使っても約4時間で満充電が可能です。今まで大きなモバイルバッテリー使ってきたんですけど、まず充電するタイミングを測りにくい。それに比べてこいつの場合は1回使ったら1回充電すればいいわけです。そしてでっかいバッテリーの場合は、寝る前に充電を始めても朝起きたらまだ半分しか充電終わってないなんてこともあるわけです。もちろんでっかいモバイルバッテリーが必要な場合もあります。でもね、普段使いにはぜひともこっち、この 5200mAh のサイズ感やお手軽感を試していただきたいです。で、中にはワンポートじゃ足りないっていう方もいらっしゃると思います。そういう方はこれ2つ持っておくと、これもまた便利だと思います。
例えばこれ、一つのモバイルバッテリーから二つの機器を充電してるとき、いざ移動するときってちょっと不便を感じることはないでしょうか。でもね、モバイルバッテリーが別々だと結構移動が楽だったりします。特に小さいモバイルバッテリーの場合、二つの機器を別々に充電することで不便を感じることはないと思います。で、結果的に何が言いたいのかっていうと、普段使いにはこの 5200mAh のモバイルバッテリーめちゃめちゃいいです。はい、ということで今回ご紹介したラブパワー 5200mAh 急速充電対応モバイルバッテリー RPPB17、 今日現在 Amazon さんでの価格がなんと1999円となってます。これ説明欄にリンク貼っておきますんで、気になる方はぜひともチェックしてみてください。今回ご紹介した RPPB17 新商品です。新商品の強みなんですけど、同等の商品の中で現状かなりスペック高いと思います。もしよければ 5200mAh のモバイルバッテリーで検索してみてください。他社製で 2.4A 急速充電ありますでしょうか。こいつは 2.4A、 しかもこの本体への充電も 2A です。このあたりを考えると他社品との数百円の差は十分埋まると思います。初めてモバイルバッテリーを買われる方にはもちろん、買い増し買い替えにもおすすめできる商品、ラブパワーさんからご提供いただきました RPPB17 のご紹介でした。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。カジマクでした。